紅白の出場者の決定なんて発表ありますけれども、今年は42組中5組が日本人じゃなくてですね、日本なのになんでかなっていうですね、日韓歌合戦みたいな様相を呈しております。そのうち1組は先月デビューしたての何の実績もない、女の子のグループだそうで、日本において地道に一生懸命やってる日本人のグループが、かわいそうだと思います。韓国政府直属のバンクという組織があるんですけれども、紅白の出場は賄賂で決まります。ですけれども NHK は公共放送といってですね、日頃は公務員ぶっておりますけれども、そういう時になると、いやうちは民間ですからといって収賄罪から逃れております。NHK 職員の平均年収1800万円もらっております。これは公務員では不可能な額であります。ですので NHK は死に物狂いで国営化という話を拒否し続けております。もしの、職員の犯罪検挙率は一般企業の50倍であります。こんな悪い悪い組織が存続できるのか。それはもちろんテレビが一丸となってかばってようにニュースにしないようにして隠蔽するからなんですよ。もう一つはですね、日本人から徴収した受信料で作った映像を外国人には無料で見してるっていう不公平があります。NHK ワールドという番組あるんですけれども、こちらはですね、外国に無料で、サービスされております。あとですね、プサンあたりでは NHK 放送普通に見れるそうなんですよ。ですんでプサンの漁師は NHK の天気予報を見て漁に出る、というのはですね、韓国の気象庁に当たるところの予報がもう当たらなくて当たらなくて、そこの予報を信じて漁に出たら命に関わるからであります。韓国の漁師さん NHK 放送を大層当てにしております。ですが日本人からしか買い取りませんよね、 NHK は。これも非常な不公平だと思います。スクランブル放送にしてですね、お金払わない人は見れないことにすれば、これ公平じゃないですか。